おとりが必要だ。戦争などどこでも同じだ。撃たれるなよ。行くぞ。見つかるな。迅速に動け。早速戦闘か。早く。もうすぐだ。門につけ。ギリギリだぞ。やぶの中を張ってるのか。勝利は我らのものだ。お前は銃を使って危なかった。油断するでない。我らは勝利を収めるであろう。直ちにそこに向かう。ゴングラマン、ゴングラマン、守るんだ。撃たれるなよ。忍び足なんてことはない。近道を探そう。道を探さなければ。あっ、杯に泥な落とすそう舞うつばめ。どうかな。誰かいるようだ。拓磨殿に違いない。第三部隊の射撃の名手だ。同志が二人来たか。ヤグラモンを破壊したいんじゃろ。なら老いぼれの話を聞いてみんか。頭を使えば火薬だる一つでヤグラ門を開けられる。門の近くに樽を置くんじゃ。わしが爆発させ、しかし直接通れる道はない。地上からではうまくいかん。ヤグラ門の上に続くはしごがある。力のあるものであれば樽を門の上に運び、標的となる場所まで投げることができるじゃろ。わしの銃に悔いはない。それじゃあ次の俳句でも読もうかの。上々じゃ。やったぞ。よし、やったぞい。おお、やったぞい。よし、やったぞい。おお、やったぞい。今のは違う。最後のやったぞい。真っただ中だ。杯に泥な落としそう舞うつばめ。どうから発砲。拓磨殿に違いない。わしの銃に狂いはない。
それじゃあ次の俳句でも読もうかの。忍び足、名誉の死ならばそれもまたよし。直ちにそこに向かう。ここだ。行くぞ。通りすがりの者だ。手裏剣術。手裏剣、準備完了。ことはない。我らはくじけはせずに。刀を使わねば。一撃。上様のための刃。命、上様に捧げようぞ。よく見えとる。許してく。杯に泥なお。わしの銃に狂いはない。それじゃあ次の俳句でも読もうかの。人通りが多いんだ。忍び足、我らの運命は我らが決める。戦だ。おとりが必要だ。し、あれはなんだ。敵のためにこの一度を離れられ。助けるわ。ああ、急ぐべきじゃ。気をつけろ。手裏剣、早速戦闘か。投げておる。いや、伏せろ。なんだ。戦はまだ終わっておらん。死が訪れた。我らの出番だ。危なかったな。手に入れた。危なかった。撃たれるなよ。そうだ。我が命、上様に捧げようぞ。上様のために。栄光のために。戦争などどこで話した。二人は樽のところに着いたようじゃ。どっちが運ぶんじゃ。隼人殿、拙者が運ぶ。援護は頼み申した。ああ、任せな。我らは成功する。
ても信じるのは良くないぞ。愛は許されない。瓦礫を片付けさせろ。我らは勝利を収めるであろう。はあ、サクラ。なんで？先に何をする？ここで我慢できんだ。風切り！死んじゃう！通りすがりのものだ。素早く忍び足、大砲に注意しろ。なんてことはない。刀が血を欲しがって。今のは聞いた。くそ、撃たれるなよ。もうすぐだ。そうだ、早く。名誉の死ならばそれもまたよし。戦争などどこでも同じだ。戦はまだ終わっておらん。はあ、さあ、これは何だ。酒に飲まれよ。我慢できんだろう。何、上様のための刃。二人は樽のところに着いたようじゃ。どっちが運ぶんじゃ。ハヤト殿、拙者が運ぼう。援護は頼み申した。ああ、見回りがあちこちにいる。おい、刀が血を欲しい。早く計画通りにしろ。我が命、上様に捧げようぞ。あぜきり骨のある敵だ。直ちに一撃！良い戦略だ。あそこまで届かねえ。名誉のために。上様。やつらだ！移動中、通りすがりの者だ。そうだ。困れあるいさま。酒に飲まれよ。我慢できんだろう。上様のための刃、うん、向かって、うん、終わった。死に立ち向かえ。急げ。我らは勝利を収めるであろう。失敗は許す。我らの出番だ。上様のために。おうおお、二人は樽のところに着いたようじゃ。どっちが運ぶんじゃ。隼人殿、拙者が運ぼう。援護は頼み申した。ああ、任せな。急がねば。おとりが必要だ。兵は十分だろうか。誰もいないの。酒に飲まれよ。酒かよ。我慢でき。一撃、うん、
死が訪れた。良い戦略だ。直ちにそこに向かう。何を待っている。ギリギリだぞ。もうすぐだ。刀が血を欲しがっている。迅速に動け。時間厳守だ。刀を使わねば戦だ。終わった。栄光のために。戦争など何とかない話だ。我らはくじけはせぬ。名誉のために。上々じゃ。報告するんだ。兵を送って瓦礫を片付けさせろ。名誉の死ならばそれもまたよし。周りがあちこちに。行くぞ。その辺りの人を増員する。教えを行為に来たか。なんて爺さんだ。一体いつの間に。大回りしてきたお前さんたちからしたら疑問かもしれんな。教えてくれないって。おたれるなよ。計画通りにしろ。早く守るんだ。忍び足見つかるな。剣術挑戦中。このスケラが死に立ち向かえ。お前は銃を掴んでいることはない。位置についた。瓦礫を片付けさせろ。やるじゃねえか。よく知らんないる。やったぞい。出てこい。やったぞい。やったぞい。最後の一つはやったぞい。賢者は最後の一つを無駄にはせん。戦はまだ終わっておらん。負けたら情けは無用だ。良い戦略だ。危なかった。撃たれるなよ。ギリギリだぞ。今まだいるかもしれん。気をつけるんだぞ。どこに行ったんだ。幽霊じゃないよな。何もない。あっぱれだ。やるじゃねえか、じいさん。狂気な御仁ではあるが、我が兵に師としてお迎えしたこともある。兵の誰とて稚児のような扱いだった。こちら側についてくれて幸運だ。狂いなしか。とある峠をたった一人で防衛したことがあるそうだ。
塔の銃声に対し死体は15見つかったらしい。それが本当なら俺は上様のお茶組に降格だな。誰も入れるな。死んでるぞ。どこだ。見つけてやるからな。茂みに隠れているのか。あっぱれだ。やるじゃねえか、じいさん。ひょうきんな御仁ではあるが、我が兵に師としてお迎えしたこともある。逃げられた。兵の誰とて稚児のような扱いだった。こちら側についてくれて幸運だ。奴らを見かけたか。真っ只中だ。終わりだ。手裏剣術せっせっせっ。もらった。素早く刃が血を欲しがっている。早く。俺がいただく。通りすがりのものだ。そうだ、大砲に注意しろ。もうすぐだ。名誉の死ならばそれもまたよ。急ぐ。待っても無駄だな。ぞ。移動中。刀が血を欲しがっている。見つかるな。行くぞ。早速戦闘か。危なかったな。計画通り。この名を司を覚えておけ。我らのものだ。栄光のために。ここで半分といったところか。うん、見事な腕力じゃ。ヤグラモンの上に樽を置く程度、彼なら朝道前じゃろ。向かって戦争などどこでも同じだ。誰も言えるな。忍び足。よく見えとる。我らでこの戦を終わらせようぞ。もっと良い道があるはずだ。拙者にはできん。はしごが必要だ。不可能だ。何を待っている。撃たれるなよ。大城無限。
誉れある戦だ、戦だ。気をつけろ、動くぞ。おさんぞ、暗闇に気をつけて準備しろ。潜んでいるかもしれん。さあ行くぞ。早速戦闘か。名誉の死ならばそれもまたよし。急がねば。我らは勝利を収めるであろう。上様のために死に立ち向かえ。名誉のために直ちにそこに向かう。上様のための刃、直ちに。任せたぞ、じいさん。良い余興じゃった。じゃあ仕上げと行くか。主君の勝利なり。ついに戦乱は終結を迎える。やったな。だが分け前はあんたにはやらないぞ。かまわん。だが全てが終わったら杯の一杯でも交わそうではないか。達者でな、隼人殿。拙者は戦いに戻る。いざ上様のため。やはり侍は死にたがりだね。歴史が変わる瞬間に立ち会えるとは、長生きをするもんじゃのう。伝令、伝令、大名ヤムサムから北の塔を攻撃せよとのこと。お待ちください。ここは人がまだいるのでは。命令が聞けないというのか。今すぐ大砲を用意せよ。はい、すぐに。撃て。何を考えておる。大坂城の戦が終わり、日本は新しい将軍のもとに統治された。翌年、将軍の新しい法が制定され、国家は安定した。何年にも及ぶ争いの傷も癒え、文化や経済は栄えることとなった。しかし、束の間の平和もそう長くは続かず、将軍を倒すという陰謀の噂が広がった。この首謀者を特定できる者はいない。しかし名前のみが一人歩きしていた。その名も影様。最後の一撃には魂を感じましたが、お二方とも守りがおろそかですぞ。侍には忍耐が必要です。
さもなければ命を落とします。わかりました、無限先生。一緒に戦っても全くかなわぬ。先生は我らを倒すのを楽しんでいる。お二方の成長を楽しんでいるのです。マサル様、あなたと龍之介様は上様たちの息子ですから、その才覚はうちに眠っています。しかし先生は一刀で私たちを倒しました。忍耐です。いつかお二方とも拙者に人たち浴びせられる日が来ます。楽しみにしております。失礼します、無限様。将軍様が無限様をお呼びです。すぐに参る。失礼いたします。はい、父上よろしく頼みます。兄上、私に幕府軍の指揮を取らせてください。影様であろうが、その名を語る者であろうが、捕らえましょう。ああ、その必要性が現れればな。今は己の将軍の知恵の前に頭を下げておれ。また明日にでも話そう。もちろんです、兄上。使いからの連絡をお待ちいたします。無限さん。のぼる様、お呼びでございますか。上様。無限よ、密偵が手紙をよこした。不穏な武器輸送があるとな。京都へ向かう馬車に鉄砲が乗せられている。影様でしょうか。姿を晒したのですか。そのようだ。輸送車を捕らえたい。どこから来たのか突き止めれば敵の正体がわかるはずだ。はは、仰せのままに。今回の問題は厄介だ。お前に全権限を預けよう。助けが必要なら注意して選ぶがよい。すでに心に思う者一人おります。よかろう、行け無限。影様を連れてくるのだ。はは、必ずや。お主を見つけるのは簡単ではなかったぞ、隼人殿。それも仕事のうちだ。だがあんたからの手紙を受け取った。また助けが必要か。難しい任務がある。信頼のできる者にしか話せない任務だ。手紙。影様と会ったな。ただの噂だと思っていたが。奴は実在する。平和を脅かす脅威だと上様も認識している。そいつが捕獲対象だ。うん、金が入るならその幻影を追ってもいいぜ。任務内容は。明日の夜明け、違法な武器が中山道で輸送される。手紙に書いた場所を通過するだろう。お主にはその馬車を止めて見張りの士官を倒してほしい。知らせを受け次第幕府の者とそこへ向かう。お安い御用だ。よし、道中で会おう。隼人殿、それから。ん？また会えて嬉しい。俺もだ。よし、あれが輸送車か。なぜ止まっているんだ。
どうやら橋が壊れてしまったようだ。ちょうどいい。旗付きのが士官か。念のため4人は仕留めておくか。終わったら無限に合図を送るとしよう。あの像のあたりがちょうどいい。うん。奴らは何かを探しているようだ。誰かをかもしれないな。目立たぬように行動せねば。静かに。この辺りに隠れたはずだ。探せ。そこにいるのは分かっている。水のように動け。手裏剣を使おう。突入する。この辺りに隠れた。この辺りに隠れたはずだ。探せ。そこにいるのは分かっている。音を立てるな。刃を逃げようとしても無駄だ。剣術。個人的な恨みはない。静かに。I should stop here. See you on the spectator.